はい、45番です。よろしくお願いします。消毒します。いきます。はい、では入場です。45番です。さあ、寝台の今、正宗とかが埋まってて、番長にもお客さん行ってたな。私はこっちの寝台狙いで。よいしょ。おはようございます。さあ、あ、取れた。全然取れた。余裕。余裕。はい。さあ、角の邪魔。角の邪魔、寝台です。6.15 期、ちょっとこれ今日打ちたいなと思って来ました。頑張ります。はい、おはようございます。それでは、黄門ちゃまの寝台行きたいと思います。キング黄門ちゃまですね。ちょっと初打ちです。今週導入で、まあお店も1周目結構よく使うお店なんで、ちょっと水穂台攻めたいと思います。久しぶりの水穂台です。皆さんご無沙汰しておりました。はい。で今回のそのね、黄門ちゃまはちょっと寝台解説チックに言うわけではないですけども、ゲーム数、ねでの解除、ねというのがまあメインになるわけですが、まあ、基本的にチャンスゾーンの完全懲悪ジャッジメントっていうんですかね、そこで、4戦突破になってますね。はい、これで1000ポイントで、この今、周りの色でね、ヤンスレベルで獲得するアイテムの、まあ、優遇が一番下ですね。これが突破率アップ、青は 5% アップっていう、まあ、1段階アップってことかな。で、青と赤とヤッシがいるということで、だから4000突破しようと思ったら、まあ、ヤッシが1個、まあね、大体必要なんでしょうというところと、まあ、赤ですよね、赤どれだけ取れるか。来ました。これチャンス名 B かな。はい、これでポイント降格かい。はい、かげろうゾーンポイント降格。あ、ゲーム数は一応振り分けがあって、3ゲーム8ゲーム1318みたいな、まあ平均10ゲームみたいな感じになってますけど、まあ8ゲームが多いのかな。これでレイアックか違う。うわ、すごっ。500ポイント結構薄いやってきましたね。赤文字だし、なんかすごくない？ああ、アイテムの赤ですね。うわ、強そうなやつ。100ポイントでかい。あ、はい、すごいドット。はい、さあ赤取った。はい、これで299ゲーム。はい、アイテムは青2個赤2個ね。はい、378いきまーす。そろそろ突破してください。赤頑張れ。緑が、いや赤もいいよ。どっちや。赤で。よし来ました。今日初の赤くノ一軍団平均年齢、頼む。ああチャンスっぽい。ウサギいた。チャンスアップっぽいですね。いいんじゃない。いったね。レッツゴー。はい。さあ投手が14本。これでチャンスゾーンですね。はい、これで4戦突破ですね。で一応、まあ、シナリオというかキャラの選択が今初期のアイテムは取れなかったですね。まあこれ一応キャラのパターンがいくつかあって、まあ八兵衛じゃなければチャンスあり。あダメだ八兵衛、まあダメじゃないですけど50、60、78、まあ一番下の、まあ、シナリオですね。でこれをまあアイテムで上げていくと。さあこれで、まあ、青、さあ赤2つ青2つ、はい、まあこれで1個突破は確定、ね、まあ1個でも落ちたらもう終わりなんで、はい、さあこれはまあ1個突破、もう厳しいよな。頼むぞ。取って、あ、取った、取りました、チャンス、あと2つ、であと、確率的に言えば 70%、80% というね、2つ、70、80なら通りそうな気もするけどね、あ、通るんかい、3つ目も突破、で、お銀、80%。頼むぞ、これ落としたらやばい。あ、しかも霊薬確定。やりました。はい、下のアタックビジョンですね。Aが強い、Aが強い、音強い。はい。さあこれで AP 確定と。はい、いいんじゃないですか。とりあえず14本。あ、なんだ、はい、で大茶間ゲーム、まあ、最初に、特化ゾーンからスタートする、まあ、3枚数管理、ね順増6枚、ね、そういうシステムですと。で3枚数ね、はい、スピーキング20で、これが20から200枚1ゲームあたり、まあ、あるみたいですね。でこれ3ゲーム1セット、バッキング20弱いで、これでパーキングはいで20枚と、でこれ60枚ですね。でこれが一応 50% ループしていくというもんです。でとりあえず 2セットは確定なのかな。悩み抜け、これ赤文字なのか、なんだ、あレア役でした。はいでベストアンサーも出ましたね今の。はい来ました。さあベース0ゲーム連でバー揃いで0ゲーム連発生です。あ、叩かなくても回りました。これも50%ループしていく。おおすげえ、ハーデスみたい。あ、回るね、強いやん。まだいくわ、おまだいく、4回目、これ強いやん、まいちゃう。あ、まだいくん、なんか懐かしいこの感じ。あ、終わりました。250枚、ちょっと平均値は分かりませんが、ね、取れたんじゃないでしょうか。でこれで今、トータルで360、はい、ショッキング、はい、20で、でこれでまた、今3ゲームの1セットが終わったわけで、でこれで継続するか、ジャッジ、まだありました。はいさあこれでループさせて、初期ゲームを取っていくということですね。面白いよね。でこれ50枚以上のがあれば、さっきのベストアンサー、ね、これが発生すると50枚以上を獲得すればこのチャンスがある。はいさあどうだで続くかどうか。はい、あ、終わりました。490枚良かったんじゃないでしょうか。はい、じゃあいきますね。さあ490枚でスタートとであと5回、これが、一応外れからの、復活の抽選があるので、まあ500で0役でね復活も入るのと外れからもチャンスがあるということで。0役引かないですね。500枚あー残りもう30枚ちょっとどっかゾーン引けずうわー終わっちゃう。はい終了636枚はいという感じでした。さあまだ、ね、いい台なのか悪い台なのかとか分かんないですけど、まあ、とりあえず投資が、1万4000で600枚ですから、まあ、ほぼほぼ戻ってきました、ね、ここからねサクサクチャンスゾーン入ってくれたらおもろいですね。頼むあーボタン白あー終了突破できずまた1からですか。300回して残念赤でした、はい、あここで青引いちゃう私、はいはい、178うわまた緑かこれうわ200以内の選択はされない。あいったいきました。いかないと思ったらあ200以内の選択されましたね初めて。 OKOK199 ね。ただ球が弱いから初期の、ね、キャラでああもうダメ8名出たら終わりだ終わりだ。厳しいオーケーいけるいけるゴーいけた頼むお願いします。まあやっぱり頭2個がねだいぶ重要よね。アタックビジョンはい行きます楽しい。はいで初期ゲームいきます。でこれでいきなり黒船襲来のねパターンもなくはない。王様どれだ。王様は私だ。ここに黒船ねペリーがいればね獲得枚数アップっていうパターンもあるわけですけど、ベストアンサー100うましからさらのドックンお願いします。もう一丁ああいかない。ベストアンサーうましドックン5あいかないいかないじゃん。あ全部強いね上乗せでいってくれ。いかないで一応これで、1セットで終わったら、黒船に行くと。だから基本は2セット、以上あるわけだよね。間違えた。ただちょっと弱いな。280これでこうやって OK いいね。スパーキングはいもう一丁頼む。これで10連チャンしても黒船なわけでいかない。350さっきの良かったんだなやっぱり。いきます。さあちょっと次は上乗せでなんかやってみたいですね。終了500枚ジャスト。終了画面も一緒ですね。でも当たりは軽いのかなちょっと分かんないですけど200でまたね行ってくれたんで初当たりは悪くない。額396終わってしまいました。510チャンスアップがありません。いったすごいここ倍ぶってるんですよ。残りこれだけ残りこれだけコーナーばっか。はい取らない。はいアイテムがめっちゃいいんですよ。これは突破したいよね。でも全部デフォこれですね。しょうがない。で1個突破確定のその後のこの2つ突破したらもう激アツよ。70の80の2つ突破あと78だけ。これはいける。頼みます。よし80残すは80頼むぞ。赤だ来ました。よし王様どれだ。王様は私だ。はい通常王様ゲームカットインきたカットインきたキングカットインいけんのかきた50ですでかつこれで0ゲーム連ね。はい激しいよっ気持ちいい。いくぞパーですや。願いします。あ、150。あ、まあトータルで150ね。いや、おもろ。8本がないとダメなんだな。あ、しかもカットイン分が3回にカウントされてない。ほう。赤文字。これ取ったらでかいぞ。頼む。甘くないな。あ、レインボーっていうか金文字。これは何、確定、確定でしょ。強っ、これいいや。冷薬、あ、冷薬か。で、あ、強制でランキング100からの、これは上がるでしょ、さすがにね。俺気持ちよすぎるね。もっとガンガン行こうぜ。あっ、長くなかった今。長くはないか。まだまだ行こう。いいね。来たぞ。うげえ。あ、強い。頼む。ああ、終わった。300ぐらい。あ、そうですね、トータル300。強っ。640枚になった。まだある、まだあるぞ。きたー、神回。あ、ベストアンサー。またランキング出ました。ドン。ランキングでかいですね。上乗せ100からのカモンカモン。なかった。あ、終わる気がする。全然ある。790枚ですけど全然ある。すげえ。ほーら、おもろい。どうだ、ないか。あ、俺850。うお、これはすごいね。あ、さあどうなる。ここからだよっ。あー、さすがに終わりました。910まくったで、この後の上乗せをねやりたいんですよね。この後の上乗せをねやりたいんですよね。はい、結局上乗せ1個もなしと1136。はい、実戦が終了しました。お疲れ様でした。今日はですね、久しぶりの水放題で、黄門ちゃまにねちょっと挑戦してみましたが、まあ毎回来ててですね、5号機番長とかもかなり強かったり、窓かも強かったりとかあったんですけども、まあ、ちょっと今日は、角台で、寝台が入っているというところもありまして、水放題恒例の、寝台が強いというところをちょっと信じてですね打ちに行ってみました。ね、まあ、ただ最後の最後にうまいことリールがね、逆回転して。0ゲーム連、あれは気持ちいいですね。あれは本当に懐かしのあれを思い出すというところで、最後の最後でねうまく伸びてくれたんで、一応一撃で1136枚最後取ったわけですけど、総投資が658枚の、回収が1188枚ということで、3枚で、プラス530枚ということで初打ち初勝利ということになりました。まあおそらく、設定もありそうなんで、まあ、本当はね終日打ち続けてどうなるかっていうところも、まあ、ちょっとデータ載せられたら、まあ、私の後に誰か打ってくれればいいですけどね、まあ、気になるところではありますが、まあ、ちょっと切りよくここで終わりたいなと思います。非常に真面目な回になりましたがね、まあ、悲鳴は多めのね、でもやっぱり寝台楽しいですね。6号機の寝台楽しいと思います。はい、というわけで今日はこの辺で終わらせていただきます。今日もご視聴ありがとうございました。